2、3、ニュージューン。こんばんは、スポーツをお伝えします。去年1月に発足し今年2年目を迎える FC 琉球ビーチサッカークラブ、世界を見据え日々練習に励む彼らのモチベーションには、沖縄で再びビーチサッカーを盛り上げたいという熱い気持ちがありました。砂上で繰り広げられるド派手なプレーで人々を魅了するビーチサッカー。よくキャプテン翼とかであるオーバーヘッドとか、そういうプレーももう本当多い時で30秒に1回ぐらいも見れるし、見ててもやっててもやっぱ楽しい。去年1月に設立された FC 琉球ビーチサッカークラブは、全国でも2チームしかない J クラブの名前を冠に据えたビーチサッカーチーム。縁があった FC 琉球の会長がクラブの意向に賛同したことがきっかけで発足し、今年で2年目を迎えます。もともと沖縄がちっちゃい頃から好きで旅行とかで来てて、で大学もこっちでやってて、絶対にもう今なんだろう、現役の最後は沖縄でやって、死ぬまで住みたいなっていうか。沖縄に魅せられたキャプテン後藤隆介、競技歴15年、ビーチサッカー日本代表として数々の大会で日の丸を背負う頼もしい姿があれば、クラブの代表として練習以外では精力的に営業活動も。名前こそ FC 琉球ですが、運営は独立しているためです。そうですね、正直言って大変だし向いてないし、もともと選手しかやってこなかった人間だから、こういう立場になって初めてありがたみだったりとか、ビーチサッカーできるチームがある、この感謝の気持ちっていうのが、いろんな人から支えられてるんだよっていうのをやっぱ感じますね。一番このエンブレムを背負ってるので、ビーチサッカーをこうチームを作ってる上で常にみんなに言ってることです。後藤の熱意はかつての恩師を動かします。去年12月、元ビーチサッカー日本代表監督でこれまで6カ国の代表監督を務めたブラジル出身マルセロ・メンデス監督が就任。 I coach Goto before in the national team and I know him. He wants to work hard to make a good team and when he invited me to come here, so I like to have a big challenge. 雰囲気を作るのがうまい。今日も街とか練習の時結構ここ人通るんですけど、やっぱ足止めて見てくれる人が増えたし、こうファンを作るっていう意味では嬉しいことですね。サッカーとは異なり、地面からの反発がない砂の上ではつま先走りが基本。つま先だけだからパパパパパパンいけるけど、かかとついちゃったら次の動作遅くなるし、ボールを上げる時もこのように地面とボールの間にスペースを作ることですくい上げやすくしています。そして特筆すべきはキーパーの役割。ゴールを守るだけでなく、アシストや時には直接ゴールを決めることもでき、第5のフィールドプレーヤーとしてゴールの鍵を握ります。キーパーからもシュートもあり、パスもあり、アシストもあり、もう全て全部ゴールキーパーで8割ぐらい決まるので。今季の目標について聞くと、少し懐かしむように話したキャプテン。今シーズンの目標はやっぱりファン、やっぱ僕が15年前いた時のようなビーチサッカーの盛り上がりを作りたい。あの時はすごい競技者も多くて、応援してくれる人とかもやっぱビーチサッカーのことやっぱ知ってたし、沖縄がメッカだったんですよ。やっぱ沖縄の人たちが応援されるチームが今一番の目標ですね。かつての盛り上がりに思いを馳せ、クラブ一丸となってビーチサッカーのメッカ復活を目指します。はい、
FC 琉球のビーチサッカークラブは来月沖縄で開催される地域チャンピオンシップ九州リーグで上位2チームに入れば3月に予定されている全国大会に出場できるということです。